前回の名古屋遠征から約2ヶ月。たかが3ヶ月といえど、名鉄には決して小さくない変化が起きていた。通勤車では9100系が営業運転に入り、6000系給仕車と従事車の延滞にリーチがかかりました。9100系に編成、および9500系 9506F、9507F の製造が決まり、6000系未更新中期車、6000系給仕車、従事車の延滞は確実になった。また特急車では1700系最後の砦であった 1702F が 1701F とともに、執行に送られ、F が運用に入り、2332F も間もなく運用に入ると思われる。武漢肺炎によりめちゃくちゃになった。鉄道業界ではいつまた大変革が起きるかわからない。何回生き残ってるが、今度こそ次の訪問時には引退が確実な車両もある。この世代交代と、去る者の最後の春を見届けに。やっぱり名古屋行くぞ。おお、前回と同じミョン。皆さん、おはこんばんにちは。ウプ主のノロムサと。サブウプ主のヒスイです。こちやさないと。コンパク用ムミョン。今回からこれまた長期シリーズとなる名古屋遠征2の最初の動画です。今回のシリーズではシリーズを4分割します。まず名古屋までの道中を前日譚として前後半の2本、名古屋での単発ネタ、名鉄乗りつぶし編、こちらを本編とします。あとは帰りの道中を後日譚とします。今回は前回に増して意味不明なルートを通ります。前回以上にははちゃめちゃな名古屋遠征に。それでは本編をどうぞ。今回はまだ一っ子一人いない朝の新浦安駅からのスタートです。前回はまさかの始発の東西線が遠征で一番混んでたので、密回避のために空いてる京葉線を使うよ。今回は肯定的に京葉線経由でもそこまで大きな問題がないからね。新浦安なので最初から18切符を使っていくよ。18切符です。2回目。はい。ありがとうございます。今回からちょくちょく生声も入れて実況していきます。それではまさかの陰夢車番編成で浦安を立つよ。今回中の人にとっては最大規模の2泊4日なので、帰ったら桜は散るでしょうね。やはり予想通りに京葉線はキャパの割に東西線より需要ないから空いてるミョン。東西線は特に需要があるというよりはキャパが小さくて混雑してる感じが否めないですよね。乗車します。3泊4日の旅の始まりミョン。越中島は安定の即切りと、うんこの千葉支社しかも確定でなるわけないミョン。終点の東京で下車します。まあ名古屋、しかもこの時間ならプラット小玉ですかね。かすってもないなぁ。いつも通りならここは通り過ぎるけど、今回は上越新幹線で北上するよ。なんでほぼ逆方向に行くかなぁ。あれウプ主、切符はどうしたんですか。今回は新幹線エチケットで切符を取って行ってないんだよ。ああ。新浦安で18切符で入場したからだわ。圧倒的グドグド。一応事情を話して18切符を見せて通してもらいましたとさ。 E7 も増えたね。最後に東日本の新幹線ホーム来たのいつだろう。動画投稿始める前だった気がする。では引退が迫った E4 系のマクトキ303号で越後湯沢まで行くよ。来たのは E4 系の末っ子であり、4次車のセカナンの P82 編成が来ました。末っ子のこの編成でも2003年生まれの17歳、一番長生きの P21 編成でも20歳と短命な形式ですね。新幹線車両は一部の例外を除く短命ミョン。その一部は製造時期が長い上だからね。この編成は最後の7本ということもあって、ラストランのラッピングが施されてるよ。それでは乗車するよ。今回は駅ネットスペシャルお得だねを利用しているので、1階席だけど特急券と大して変わらない値段で新幹線に乗れるミョン。一応新幹線のみだけど、乗車料という記録が作れる。列車は東京を発車。このマクトキ303号は E4 系の定期列車としては唯一高崎を通過する列車で、停車駅は上野、大宮、越後湯沢、浦佐、長岡、燕三条、終点新潟で東京対新潟の速達輸送と新潟県内の輸送を両立していますね。E4 系は新幹線の中では特に MTP が低く、まさかの1対1ですが、加速性能はそこまで低くないものの、最高速度が低いです。それがこの E4 系の引退の小さくない原因なんだけどね。他の E2 系と E7 系は時速 275km ですが、E4 系は時速 240km ですからね。Ladies and gentlemen, welcome on board the 上越新幹線. This
列車は上野、大宮と停車し、次の停車駅は越後湯沢です。列車はぐんぐん加速し、あっという間に最高速の240ケムに到達しました。1階席なので防音壁に阻まれ景色は微妙ですが、 E4 系1階席特有の景色です。そして発車の高崎通過です。高崎通過は今は北陸新幹線の輝き号があるのでそこまで珍しくないですが、上越新幹線ではそこまで本数はないですからね。ものの1時間で下車駅の北の国に到着です。その言い方やめるにょん。3月の下旬とはいえ、さすがに湯沢まで北上するとまだ雪が残ってますね。春とはいえ湯沢の寒さ舐めてた。予備というかこうなると見越して厚手のジャンパーを持ってきましたが、焼け石に水だったにょん。やっぱり高さ 3.6 ム、建築限界ギリギリを攻めた設計は大迫力だな。IC カードで新幹線の改札を通るのは新鮮ですね。まず新幹線にそんな乗せてあげられないからな。駅スタンプが E7 系に変わってるにょん。前見た時は駅スタンプは触れてないからわからないけど、上越新幹線 E4 系と200系の中の人からするとものすごく新鮮。 E2 系はどちらかというと東北新幹線のイメージが強いです。こんなことがあろうかと工程表に余白を設けてよかったですね。駅前に足りがあったのでそこで一休みしてから、ところ変わりまして在来線の0一番線に降りてきました。はったか、どこ特に北越急行で遅れは出ていないみたいですし、じゃなくて特急のはったかは6年前には消えてますよ。というわけでここからは超快速スローラビットに乗っていきますよ。さすがに雪国のローカル線なだけあって半自動ドアです。ちなみに北北線は18切符で乗れない第3セクター路線で、6日町から最型の乗車券は買えないので車内で生産しています。ワンマン運転の快速というのは珍しくないけど、この列車の特徴は停車駅と速度にあるにあるにょん。列車は越後湯沢を発車です。どこかで聞いたことあるけど聞き慣れない音にょん。最初の停車駅の6日町を発車して北北線に入ります。この列車の途中の停車駅は6日町、十日町、松台、虫川大杉の4駅ですが、この列車の1本後の超快速は直江津止まりだけども、途中停車駅は十日町のみというヤバい列車です。早くね。平均速度で言えば新快速を余裕で凌駕していますからね。このけたたましい音も相まってさっきの新幹線より迫力ありますね。途中の虫川大杉で一般車と夢空にの混血が来ましたね。夢空にの方はかつての681系ハッタカみたいな塗装ですね。北越急行車と JR 西車では塗装が違ってたまに混血してましたね。やっぱ早くね。試しに運転台の速度計を見に行ったら110件のところに針が張り付いてますね。これが元日本最速の施設の維持ですかね。北国線の交換駅はハッタカの名残で給料が行き違いできる無駄に長い大気線と、ノーズ可動式分岐器という高速で通過できる特殊な分岐器が備えられています。また分岐器には電気ヒーターかスプリンクラーが完備されていて、雪対策もバッチリです。こういう電源地帯を高架線で突破するの好きなんだけどわかる。北国線を突破すること39分、最型駅で新越線と合流です。北北線内に限れば想定速度は85ケムにもなりますね。これで途中停車駅4ですよね。最速の 3832M1 本後の十日町のみ停車便にもいつか乗ってみたいにょん。なんか遅れることに。直越で下車します。大光に止まっていた腰のひくらという地下40系改造のリボートトレインが発車するみたいなのでお見送りします。国鉄自動車の側面に高いのだという木材は半すぎる。言われてみればすごい光景ですよね。そしてこの原型顔である、ギャップがすごいにょん。他の行ってる改造40は原型顔じゃないからね。そしてこちらの乗車電もお見送りするにょん。では待つこと20分、次の乗車列車が入線したみたいなのでホームに降ります。乗車電と言わずに乗車列車ということは城の止まり行きですね。で北陸本線って貨物線を除けば全線電化されていますよね。あ、ハットグナンコでかよ。うんこの日本海水ラインは直江津市ぶりの路線で、途中の糸魚川1号仕上げの間にデッドセクションがあり、輸送人員も少ないこともあって最低利用の高直流電車のコストを嫌い、結果的に架線化ディーゼルになりましたとさ。列車は直江津を発車、車内は若干立ち客が出ています。あれ客が見込めないから架線化ディーゼルにしたんじゃ。
ところがどっこい。半分くらいは荷物の両当たりサイズだから、普段なら空いてると思う。名前に日本海と付けているだけあり、綺麗な海が見えます。が、こういうのは景色が悪い方が一人だけなので、こちら側には山しか見えませんね。山しか見えないですが、山も割と綺麗にょん。かなり遠くですが、立山連峰らしき山が見えるにょん。途中の筒石という駅はトンネルの中にあります。知ってはいましたが、カメラを回すのを忘れたので写真だけです。マジでこの駅名になったのね。なんだろうな、ジュゲムみたいな全部入れとけいだろ感がすごい。わかりまん。まあ新しく駅ができるだけあって、それなりに利用者はいるにょん。なお駅から約40分、糸魚川駅で下車します。ちなみに東京からの八高557号への接続のため20分ほど停車する模様。今回はここまでです。前回と違ってパート1での遭遇数は控えめでしたが、次回以降はどうなるのでしょうか。パート1なのもあるので話すこともないので締めます。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録お願いします。次回、リゾート列車と避けられた突然。